はい、皆さんこんにちは。本日はですね、なんと商品紹介ではございません。はい、今回ですね、何をするのかと言いますと、以前うちの動画でご紹介させていただきましたコバルテックさんの、乾式ハンドコアドリルジンを、これをですね、実際に、プロの職人さんに現場で使っていただこうという、今までにない企画をちょっと今回やってみたいなと思っております。はい、それではですね、早速なんですけれども、今回ご協力いただく職人さんをご紹介させていただきます。小田島さんです。どうぞ。小田島です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、はい、小田島さんはですね、札幌市内で設備工事業を営んでおられまして、主にですね、住宅のリフォームをメインで、行われております。この道なんと30年以上の大ベテランの職人さんでございます。恥ずかしい。はい。で、今回はですね、小田島さんの現場に実際にお邪魔させていただきましたので、動画をですね、実際に見ながら、まあ、ジンのいいところ、まあ、逆にですね、ここはちょっと改善してほしいなっていう、そういう点がありましたら、はい、本当に忖度なしで、生の職人さんの声を皆さんにもちょっと届けていければなと思っております。はい、それでは早速ですね、動画の方見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ですね、見ていきましょう。よいしょ。はい。うん。あ、ちょっとごめんなさい。いきなり。はい、はい、はい。掃除機につなぐホース。うんうんうん。本体についてるタケノコと、はい、こう接続するんですけど、硬、はい、いです。なるほど。もうもはや、もはや1個。はい。ちゃんと入んない。最後奥まで入らない。なるほど。きついんですね。そう。根元まで入りきらない。根元まで突っ込むと、うん、抜くときにネジごと取らないと取れなくなっちゃうぐらい硬くて。はいはいはい。うん。そう。それ、この商品がうちの会社に来たときに、うんうんうん、ちょっと組んでみたときに、うんうん、一番最初に思った。なるほど。もうファーストインプレッション。まずホースが入りづらい。入らなかった。うん。いや、もしかしたら自分のとこに来たやつがそうなのかもしれないし、うん、全部が全部そうじゃないかもしれないんだけど、はい、うん。そういうことがありました。はい。はい、すいません。ってことは、じゃあまずそこも少しちょっと直していただきたい。改良してほしい。いい感じの。うん。いい感じの。そうですね、そうですね。はい。うん、まあ、まずはそこですね。はい。はい、まさにここ。はい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 。この樹脂の、この樹脂の、この竹のこの部分。うん、うん、そう。それをじゃあもう少し改良してほしいなってところですね。はい、うん、で、使ってる工具が、はい、マキタの、うんうん、40V のハンマードリル。40V のハンマードリル。はい、はいはい、あります、うんうんうん。はい。で、掃除機が、はい、日動さんの、はい、掃除機、はい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 、になります、うんうんうん、はい。で、今実際にこうやってセッティングはされていますけれども、はいはい、どうでしょう、セッティングに関してはまあ特に難しいところは、はいはいはい、ないですないです、うん、はい、じゃあもう普段こういった、うん、ネジ締めるだけなんで、うんうんうん、はい、でセンターピン、うん、バッテリーつけて、うん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 、あとはホースをつないで終了って感じですかね。そう、ホースをつなぐとこなんですけど、それでセット OK なんですけど、うん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 、ちょっとしか入れてないでしょ。まあそうですね。まあ入れようと思えば入るんだけども、抜けづらくなってしまうっていうところがあるってことですね。OK、そうか。そしたらもうこれで、まあ、セッティングはバッチリ。掃除機かけて、うんうん。これもなんかちょっと場所がね、はい、結構、はい、やりづらそうな場所というか、はいはい、ちょっと横向き。はい、うんうん、今こうセンターピンついた状態でやるんですけど、はい、うんうん、これちょっとあらかじめ下穴開けてあるんです。ああ、そのセンターピンがちゃんと刺さりやすくするというか、ずれちゃうんですよね、うん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 、ちょっと逃げちゃうから、はいはい、逃げないようにちょっとちっちゃい穴開けて、うんうん、でそれにセンターピンつけて、うんうん、下穴っていうか、はい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 、もうし始めてる、うん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 、しかもそれがないとやっぱり遊んでしまうってことですね、最初の。そう、僕が下手くそなだけなのかもしれないけど。でもそういった方がね、やりやすいっていうのは間違いなさそうですよね。そうですね、はい。で、はい、まあ、今回この横向きで、まあ、まずはちょっと先行している感じなんですけど、はいはいはい、まずコンクリの厚み、はい、今回は何ミリの？これは12センチ120ミリ。120ミリ。はい。でした。これは一般的な厚さというか。そうですね。はい。住宅によくあるような、はい、はい、
サイズってこと、ね、そうですね、うんうんうん、布基礎だったら120とか150とかが一般的だと思います。まあちょっとねここも場所がなかなか、うん、感覚がねなくてそうですね、はい、結構やりづらそうに、はい、してらっしゃったんで、はい、結構体勢とかもね結構低めの位置だったから、うんうん、まあまあ腰痛かったですねそうですよねはい、そうで、まあ、今選考開始して、はい、で引っかかってますね、うんうんうん、これは、はい、多分、うん、掃除機が、うん、粉塵用じゃないから、うん、あ、うん、目詰まりしちゃって、掃除機の中で、はい、うん、目詰まりし始めてるんだと思います、はい、で吸引力が落ちて粉塵が結局中から取り切れなくてってこと、そうそうそう、あ、そっかそっかそっか、それでやっぱ選考能力もだいぶ止まってしまうっていうか、そうですね、うん、引っかかってしまう、クラッチが効いちゃう、うんうんうん、これもそうですよね、うん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 、そう、そっかそっか、うん、だいたい今ちょうど半分いくかいかないかぐらいなとこですかね、きっとね、半分はいってるかな、うん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 、あ、うん、それまで鉄筋噛んでる、あー、うん、はい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 、ちょっと鉄筋も噛んでる感じですね、うん、うん、割れちゃった。あ、これ今途中で抜けちゃったんですね。コンクリートが、うんうんうん、割れちゃった。実際に、はい、まあ、今こうやって使っていただいて、はい、まあ、その率直な感想というか、いや、切れ味はいいですよ、やっぱり。今までのね、はい、鑑識のやつとは全然違う。うん、したらもうやっぱりもうね。少しの間だけでもやっぱり違いっていうのは結構わかるような、掃除機さえちゃんとね、粉塵用使ってれば、はい、きっともっといいんでしょうね、うん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 、まあ一応そのコバルテックさんが言うには、まあその 1000W 以上の、まあ、集塵機、うん、で、まあ、集塵機能が、まあ、あればよしだよみたいな、うん、多分そんなね歌い文句なのかなと思うんですけど、はい、まあ、今のお話を聞いてる感じだとやっぱり、まあ、ちり落としの機能っていうのは結構必須になりますね、うんうん、やっぱなかなかこまめにね現場でそういう清掃するわけにもやっぱなかなかいかないのかなとはやっぱ思うんで、うんうんうん、そこはやっぱり推奨というよりかは、まあ、必須ですね、うん、近いものがあるってことですね、うんうん、かなりストレスになりますよ。そうですね。まずこれが一決目ですもんね。うん、せっかくねすごくスイスイ切れるのに、掃除機がちょっとダメだと。そっかそっか、じゃあ本当にそこら辺は、うん、歯の切れ味とかそういうのも全然湿式、もまあうちあるんですけど、はい、変わらないです。おやっぱり湿式だとね、やっぱ今のご時世、本当にその水処理であったりとか、うん、そこのやっぱ処理のね、大変さがやっぱりあると思うので、そうですね、まあ、ほこりが出ないっていうのがやっぱり一番でかい。一番。うん、これでやればやっぱり現場でも必要最低限の養生というか。そうですね。はい。それで済みますしね。この手でこう、はい、この陣じゃなかったら、うん、ここお風呂場になるんですけど。はいはいはい。そこのなんていうかもう入り口のところ辺とかも全部もうビニールで囲わなきゃダメな感じ、もうそれだけ舞うってことなんですね、はい、そうですね、はい、今度は床です、ね、こちらは、はいはい、現場が変わって、はい、今度は床に、そうですね、潜行しているところ、はい、床のスラブに、はい、潜行しているところですね、うんうんうん、これも使ってるのも、同じ65パイでしょ、そうです、はい、同じ、はい、サイズは同じですね、はい、同じです、はい、こう、あ、見えなくなっちゃった、はい、うん、センターピンが逃げてるのがちょっとよくついてたんだけど、はい、ちょっとブレてってことですね、はい、はい、うんうん、はい、こちらはコンクリアツはここ、うん、ここは150です、150、先ほどよりかは少し厚めかなって感じですね、そうですね、はい、はい、うん、これもほら今も、うん、吸引がっていう感じだと思います、はい、はい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 、はい、まあ、さっきのね、とやっぱ似たようなやっぱ状況ではあるのかなとやっぱ思いますよね、はいはい、そうですね、クラッチ効いちゃって、はいはいはい、これでも現場的にはあれですね、だいぶスペースもあって、うん、結構先行しやすそうな感じはありますよね、はいはいはい、あ、落ちた、あ、落ちた
今一瞬ね、はい、部屋の中の電気がそう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 、これはどういうことですか。これははい、このコンクリートの中に、電気の線が走ってて、はい、でそれをちょっと傷つけちゃった。なるほど、はい、歯で触れてショートして、ブレーカーが落ちたと。はい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 、はい、やっぱりリフォームの現場ではやっぱあるあるなのかなともちろん思うんですけど、はい、これはあるな、はい、あるなと思ってはいはい、はい、やったんですけど、かわそうと思って、かわしたつもりだったそう下に、はい、ボイラースがあって、そのボイラースのコンセントがあったんですけど、はい、もうちょっとこっちに左側にあるんですけど、はいはい、ここはないよね、うん、きっと通ってきてはいないよねっていう、で、すぐ横に洗濯機用の排水管が立ち上がってるんですけど、そのすぐそばだからさすがにここは通さないよななんて思ったんですけど甘かったですよ。物の見事にピンポイントっていうか、まあ、かするような形で、はい、まあ、ちょっと電気の線が当たってしまったっていうところですかね、はいはいはい、で開け直しですよね、違うところに、はい、まあ、今回はねちょっと大事には至らなかったような、はい、この後ちゃんと、うん、電気工事士 の大工さんがいらっしゃるので、うん、その方に後処理をお願いして、はい、直してもらいました。復旧できたっていうことですね、はい、いやこれもやっぱりね今動画見ていらっしゃる方は、いやあるんだよねと、うん、こういうケースリフォームはあるよねって、いや最初からちゃんと調べるよって言われそうな気がしなくもないけど現場さまざまですからね、はい、うん、あ開け直してますね、こちらが穴を開け直、はい、手前側に穴を開けしてるパターンですよね、はい、この一発目の穴の奥の方にあったんで、うん、はい、はいはいはい、まあ、ちょっと再度ね穴は先行し直しという形にはなっておりますけれども、この場合もやっぱりホコリが回らないのもいいっていうのと、うんうん、でここの今穴開けてるところの下がボイラースで、うんうん、ボイラーが3台ぐらい給湯暖房ロードヒーティングで並んでて、湿式だとやっぱりそう開いた後にバシャッてなったりとかする養生もあるし、そっかそっかそっか、うん、もうそのもう機器であればもうなおさらですよね、養生なんて絶対かかっちゃったらね、電気機器だから、うんうんうん、ああじゃあやっぱ明確にやっぱり湿式とやっぱこのジンだと、やっぱり先行スピードとかやっぱ能力も変わらないんであればやっぱりこの方がやっぱり全然比べ物にならないぐらいいいじゃないですかね、下手したら、はい、この電気の線ね傷つけちゃったのもね、湿式だったら水入っちゃって漏電して、そう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 、もっともっと大惨事になってたかもしれないですよね、下の ね、コンセントから水ジャーって出てくるかもしれません、非常に危ないことになっていましたよね、いや本当これ良かったなと思いますよ、ね、いや本当に九死一生じゃないかもしれないですけど、はい、やっぱ被害がねあんまり最小限で、最小限、はい、いや確かに確かに、この辺をね湿式だったら、ね、養生しなきゃ水をこうちょっと、気にしなくていいから本当いいですね、まあ、確かにそうですね、そのやっぱ養生にかかる手間というか、そこら辺のね、やっぱ時間、開きましたね、来ましたね、はい、はい、これ実際先行スピードとかで比べてもやっぱり湿式の先は変わらないとはおっしゃってましたけど、ね、使えるかどうか分かんないですけど、例えば他社さんと比べてみてとか、そこら辺とかで関してもいや圧倒的ですよ。あ、圧倒的。おお、なるほどです。圧倒的ですよ、これは。いや、これは。粉でないのはやっぱ本当にでかい、でかいですね。でかい。本当に職人さん目線で見ると、そう。ちょっと掃除機が、掃除機が、掃除機が爆球って書いてあるくせに、まあ、掃除機が。まあもちろんもちろんね、推奨されているものでは。はい。はい、じゃあこれがそうやっぱり先行終わった目詰まりして、具体的にこれ今どこら辺で、あこっちか、どこら辺で目詰まりしてる感じなんですか。もうこのホースの先、この辺でもう、ホースと掃除機がつながってるところの、掃除機側のとこからもうすでにもう、こう口からっていうことですね。口からもう吸い込まないからホースの中も結構入ってて詰まって、はい、そっかそっかそっか、なるほどな、そういったところで詰まっていくわけですね、はい、まあ、この後はあれですか、会社に戻られてから、はい、会社に戻って清掃して、はい、やはりね、粉塵用のやつじゃダメなんだなと
はい、それではですね、ちょっとあの先行の動画、はい、一緒に拝見させていただきました。はい、まあ、ちょっとね動画内でももちろん触れさせてはいただいてるんですけども、まあ、やっぱり何よりその粉塵が出ない、そしてやっぱり湿式と変わらない先行スピード、やっぱこの2つがやっぱりその陣の優れている特徴だっていうと、もうほとんど間違いないかなっていうところですかね。うん、あと今回あの、うん、65パイで開けたんですけど、うんうんうん、それ以上になるとやっぱりちょっとコードレス式のドリルじゃ厳しいかなって、うんうん、なるほど、うんうん、今回あれでしたね、40ボルト、牧田さんの40ボルトで、はいはい、確か僕の記憶ですけど一穴開けてちょっと充電、そうですね、割と空に近い感じにやっぱなってしまいましたので、はいはいはい、バッテリーもね、4アンペアのやつ入れてたんですけど、うんうんうん、それでもやっぱり1個ちょっと、フル充電ではなかったんですけど、はい、それでもそのぐらいしかできないんで、うんうんうん、ちょっとこれでね75のやつとか100とかになると途中で止まってしまう可能性の方が高いんですよね。 はい、それだとやっぱコード式のハンマードリルの方がいいんじゃないかなと思います。はい、したらまあやっぱりそこのサイズと、まあもちろんあの開けるね先行する厚さももちろんあると思いますので、そこら辺はちょっとまあ一種この動画を見ていただければ65がラインかなと思ってもらえればいいかもしれないですね。確かに、はい、であとはまあやっぱり囚人機のもん、まあ、問題といったらあれですけど、はい、まあ、一応そのコバルテックさんから推奨されているのは 1000 ワット以上で、まあ、チリ落としを推奨してますよっていうことなんですけど、はい、まあ、動画内でも言いましたけど、はい、チリ落としは必須だと須、うん、はい、ここはもう、はい、やっぱ切り離せないですね、はい、ですね、はい、やっぱり、うんうんうん、これの性能がフルに発揮されないです。やっぱりなかなかその、なんだろう、囚人されないことによって、うん、その穴の中で、粉塵が溜まってしまって、うん、そこで、まあ、クラッチかかって止まってしまうっていうところが、うん、ね、確かにちょっともったいない気はしますよね。うん、せっかくすごいいいものなので、うん。そうそうそう。であれば、やっぱそのフルで、やっぱり活かせずには、うん、やっぱ自動的に散り落とし、うん、これがついているもの、うん、はい、囚人機を、ぜひ皆さんには使っていただきたいところではございますね。うん、そうですね。うん、はい。はい、じゃあ今回はですね、実際に、ベテランの職人さんに、コバルテックさんジンを使っていただいて、まあ、その感想をいただくという動画でございました。はい、はい、ということで今回は、実際の実際にですね、ジンを職人さんに使っていただきました。はい、小田島さん本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、まあ、小田島さん今日はどうですか、初めて出演していただきましたけど、ガチガチですよ。なんかあんまり普段、いや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 、でもなんか動画を見てる時は結構普段の、あ、はい、まあ、小田島さんに近い感じが、そうかな、そうかな。いやいや、まあ、まだまだ今回はね、はい、ジンで